脱豆ご飯臭いけどうまい囚人クッキング。普通に檻から出てるな、なんか、何事もなかったかのように檻を見て出てまいりましたいいんですね、別に出てもね、はいはいはい、ということでこのコーナーね、囚人といえば臭い飯、うん、ということで、福山さんと豊崎さんには臭いけど美味しい飯をね作っていただきたいと思います、はい、今回はたくさんのね彩り豊かな臭い食材をご用意いたしました、はいはい、こちらなんですけどね、あ、いろいろありますね、はいはいはい、じゃあ後ろの方どうぞ、はいはい、ということでございまして、すごい匂いが今してます、はい、スタジオは、ね、いろんなものの匂いが混ざって相当やばいです、うん、ということで、はい、こちらを使って臭いけど美味しいサンドイッチを、作っていただきたいと思います、はい、パンございますんで、はい、何挟んだらうまいかとか、うんうん、美味しいの作ってくださいよ、はい、まあ、食べますからね、はい、皆さんでね、そうですね、はい、いやでも嬉しい、私ちょっとお料理番組に出るの夢だったんですよ。あ、もうこんな、こんなもんでいいんですか。こんなもんでいいんだったら別にやりますけど、ちなみにこの中で岩井さん苦手なものってどれ。いや俺も相当、まず漬物ダメでしょ、パクチーダメ、はい、あら、うん、あとまあ草屋とかもね結構ダメです。あ、私草屋ってちゃんと匂ったことないかも。俺もないっすよ。ということでね、ちょっとちなみにね、美味しいサンドイッチを作ったこと、作ることができたら、ご褒美がございます、はい、やった、はい、ということでございまして、頑張ってください、はい、はい、頑張ります、はい、頑張りましょう。じゃあちょっとね、はい、うん、あ、切れ込み も入れていただいてもいいですか。あ、これもどうですか、臭いや、ちょっと嗅いでみます。嗅いだことないんで、私も、ちょっとでも花粉症なんですよ私、だからちょっと今鼻のね、うん、鼻の力が、そうやってこういう匂いなんだ。いやいや、あ、待って、もうすごい、すごい、うん、でもなんか生まれて初めて花粉症でよかったって思ってます。いけんのかい、ちょっとなんかいけるな、すごいね僕ね、鼻花粉症の人にね、うわー、じゃこれ、ほら、これが正しいやつ、正しいやつ、え、ちょっと待って、マジで近くで嗅ぐより遠い方が臭くない、ね、え、臭いってこんなの、まだマジで、やば、近くの方がまだ大丈夫ですよ。え、でも美味しいんですよね。この距離が一番臭いよ。なんでだよ。いや、本当本当。いやいや、もう近い方が臭いよ。え、なんでこんなになるの。公衆トイレみたいな匂いする、うん、うわわわわわわわ、いや、ほんと、いや、もう相当心がやばい、わわわわ、ということでいきますよ。ちょっと待って、本当に近い方が大丈夫だってこれ、はい、はい、お二人一つずつ作ってくださいね、はい、ということでございまして、挟んだりなんだかんだ、クッキングスタート。制限時間3分でございますよ。はい、はい、あ、ありがとう、トングありがとう、ね、お箸もありますよ。そうです、ぜひね、はい、美味しくなるように作ってもらいたい。そうですね、はいはいはい、何ですかね、まずなんか、まずなんか塗った方がいいんじゃないですか。そうですね、あ、確かに、ソースも、ソース的なものも、うん、メープルシロップ、塩、はい、カレー粉、うん、シーザードレッシング、醤油、スイートチリソースもあります、オリーブオイル、うん、マヨネーズ、スイートチリソース、やっぱりこのね、うん、クリームチーズとかもありますね、うん、でも私最近甘じょっぱいに早まってるんで、これにします。なるほどね、え、何何それ、メープルシロップ、メープルシロップ入れるの、はい、とりあえずシーザードレッシングかけときゃ何でも美味しいって言いますからね。そうですね、うん、じゃあシーザーいっちゃいます、いきなり、いきなりシーザーいきましょうよ。なんて言うんだろう、こう結果はお互いの個性を潰し合うみたいな、うん、仲間割れする感じはちょっとあれだなと思うんで、やっぱり引き立てていかないとね。そう、チームワークですからね、うん、食材は。豊崎さん、あの、それ真っ二つにちぎります、これ、あ、そっか、この後ちょっとつけとかね、うん、あ、いいいいいい、こんなもんで、これ、まずはね、塗るのはどうすればいいんだろう、ベースね、あ、じゃあフォークみたいなもんじゃ、はいはいはい、あ、ありがとう、はい、お気遣いありがとうね、お使いください、ね、はい、はい、塗っていただいて、シーザードレッシング塗りましたね、豊崎さんはメープルシロップ、はい、私あと、はい、あの、まあ、個人的に家でよく飲むんですけど、うん、のよくね、チーズにね、蜂蜜かけるんですよ、うまいっすよね、そのテンションでウォッシュチーズいきます。うわー、来た、ウォッシュは結構いくよ、これ相当匂いますからね、これしかもなんか、なんか普通のより、うん、あー結構あります、うん、お酒つけてるやつみたいな感じの、あらららら、さあ半分経過しましたよ。あ、早く行こう。はい。俺ね、パッパやりましょう。俺はマリアージュを狙っていこうかなと思って。マリアージュ。だって本当シーザーに漬物絶対しないでしょ。うん、え、これ絶対うまいわ。あのね、匂いに打ち勝てるのは歯応えですよ。たくあんシーザーで、うわ。食感も大事ですよね。ウォッシュチーズ入れて。はい。はいはいはい。ね、あのね、料理のね、私あの家でご飯も作るんですけども、はい、やっぱね、仲間をやっぱ加えるといいと思う。うん、
仲間、うわマジで同じ行ったから、いや納豆行くの、いや発酵食品ですからね、これやばい、また納豆大好きなんですよ。そうそうそう、あとね、いけるいける絶対、あとね、うん、あのニンニクは大体ね、いろんなもの滅菌しますからね、ガーリック、うん、匂いも結構ね、言ってくれるでしょ、うわすごい消臭雑菌、でもニンニク美味しいでしょ、ニンニク大好きです、ね、豊崎さんの方やばい、そんなことない、大豆絶対うまい、マジで、あとねキムチもね、何気にいろんなもの総裁してくれますからね、やっぱね、発酵食品っていうのは素晴らしい、うんうん、納豆いきまして、ありがとうございます、ちょっとセクシーになってましたからね、さあさあ、あとはエプロン直します、もうそろそろ、ありがとうございます、もうそろそろ、もうそろそろ時間ですよ、でもね、せっかくでも用意していただいたんだったら、これね、はい、やっぱ野菜ばっかりだから肉は必要でしょう、だから魚肉、うわいきます、それ草屋入れる、魚肉うわマジで行こうとしてんの、いや草屋ってめったに食べれないじゃないですか、これ行かなきゃ、うわやばい、うずらのピータンって食べなきゃ、うわピータン入れてる、ね、名前は可愛いけどね、強烈な個性ピータンね、なんだこいつら、やばいやつらだ、なんなんだこいつら、ちょっと見た目おしゃれじゃないですか、おしゃれおしゃれ、でもやっぱりね、これバラバラしちゃうから食べるときにやっぱ食べやすさも重視しなきゃいけない、うわ何、うわ納豆入れてるじゃん、また、いやいや、これね、これがつなぎになるんだって、納豆絶対美味しいですよ、つなぎとかないですから、大体納豆は何でも合うから、いやみんなで食べますからねこれね、えみんなで食べるんですよ、全員食べるんですよこれ、いやいやいや、はい、何のために岩井さんがいるの、なんでだよいやみんなで食べるんですよ、3等分にしてこれね、それはちょっと ね話が変わってきますけど、ね、いやいやいや全然全然、あとやっぱり彩りも必要でしょ、彩りね、やばいやつ、あとねマヨネーズは最強、そうそうそう、マヨネーズはマヨがあれ何でもね、マヨネーズあったらなんとなくいけるか、そうそうそう、なんとなくなんとなく、うん、よいしょ、いやもう全部のせみたいな感じになっちゃってるわ、あとねあとね、あの本当ね、あの癖があるものは大体カレー粉かけりゃ大丈夫なんですよ、彩りがあんまりカレー粉あったらまだ大丈夫かもね、彩りがね、彩り大事ですね、ほら色も綺麗になった、ほら、はい、超いい色、なんかすごいエスニックな感じの、でしょ、ということで3、2、あと2つ、1、終了、はーい、さあということで皆さんに作っていただきましたが、さあ入ってるものちょっと確認いたしましょう、うん、福山さんの方がチーザードレッシングぬるい、はい、ぬり、はい、そしてその上にたくあん、たくあん、そしてぬか漬け、はい、でその上にそれを相殺するようにですね、あのキムチ、うん、はい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 、そしてあの、はい、間に、この草屋を入れまして、そこの間にこうつなぎとして、納豆を注ぎ込み、うわ、そしてパクチーで彩りを込め、そしてさらにカレー粉で花を添えたと、ちょっとでも見た目超美味しそうですよ、本当だ、ね、おしゃれ、これちょっと匂ってきてるんですけど、うん、いい感じでカレー粉で蓋されてますね、でしょ、うん、大観山とかで売ってそう、そうそうそう、これおしゃれおしゃれ、外に今カレー粉だけですよ、口の中でこの口内調味によってどんなマリアージュが起きるか、あーいいですね、すぐ潰れるよこんな店、いやいやいや絶対いける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 、ということで豊崎さんの方は、はい、ですね、なんだっけ、メープルシロップ、メープルシロップをベースにですね、うん、いね、はい、チーズ、はい、ウォッシュチーズ、うん、さらに納豆、うん、ツナ、うん、ピータン、うん、でマヨネーズ、はい、そして私あの緑色大好きなんで、うん、ピーマン、はいはい、ピータンとピーマンので、はい、うん、ピータンピーマンです、うん、ということになっております、ダーン、はい、じゃあ切りましょう切りましょう、ダ、はい、ーン、はい、さあ、はい、ということで豊崎さん切っていただけますか、はい、じゃあお願いします、はい、これをね切りましょう、これをね、はい、はい、じゃあこちらね、じゃあ行きます、もらいます、はい、はい、昔ね僕バイトでねこれバゲット切りよくやってたんですよね、あらそうなんすか、おしゃれ、福山さんってなんか料理似合いますよね、福山さんって本当何でもできますよね、ただね片付けだけができないですよね、あら、なんでしょうね、福山さんって何でもできて料理とかもできるのに、はい、うん、やっぱ結婚とか向いてなさそう、そうなのだからさ俺今戸籍真っ白だからいやいやいや、本当逆に怪しまれるのよ、いやいやいや、これから絶対せなんか変なの、変なの持ってるとこもあるよ、はい、ということで完成したサンドイッチ全員で食べましょう、はい、うわすごいことになってるよ、いやいけるな、やったやった、でも見た目だいぶいい、はい、全員持ってください、はいはいはい、はい、じゃあ私もですねちょっと、ね、はいはいはい、はい、ありがとうございます、もうよいしょ、じゃあ行きましょう、食ってみますよ、はい、食ってください食ってください、いやいや食いましょう食いましょう、ああ分かりました、じゃあ、はい、分かりました分かりました、じゃあちょっとですねこぼれた癖を中に入れ、はい、豊崎さん持ってください、あ、はい、うん、あ、うん、はい、じゃあ皆さんでいただきますよ、はい、せーの、うわ、やば、うわ、うわ、やばい、
おー、うわ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 ー、この、なに？納豆とピータンがもうぐじゅぐじゅになってやばっ、うん、あちょっと私初草や、うわ、夏草やばい、草やは草やとして出会いたかったですね。なんかそう、草やと納豆とピータンなんか柔らかいのに最後なんかたくあんが来るんだよ、うわ、じゃあもう一個ありますからこっちも食べてみましょう。いや普通にもう一口食べて、でもなんか思ったほどなんかあちゃちゃっていう、やばいよこれ。じゃあ富崎さんの方、ほらお手製の、はい、皆さんで食べてください。はい、はい、俺初めて気づいた、納豆入ってるから見てこれ断面美しいじゃないですか、綺麗、綺麗、あ、これいいね、ハチミツがいいね、そう染みてますよ、ね、これなんかまだ良さそう、うん、はい、じゃあいただきま す、せーの、あ、いけるいける、あ、うん、あ、うん、いや意外と、なんか納豆と、あのなんだっけ、メープルシロップが合うかもしれない。メープルが臭みをほぼ中和して、新しいものに変えてますよね。さっきのがヤバすぎてこれうまく化粧。なんかこれ美味しい。なんかでも全てにおいてぼんやりしてる。なんか、はい、これは。はい、ということでございまして、これどっちが良かったですか、もう一目瞭然ですねこれね、はい、ということでございまして、はい、どちらですか、これ美味しかった方、はい、どっちが美味しかった方、もう明らかに豊崎さんですよ、豊崎さんで、はい、ということで豊崎さんの勝利ということで、豊崎さんがね、作ったサンドイッチの方が美味しかったので、はい、ご褒美として、はい、臭い高級食材のシュールストレーミングをプレゼントいたします。やったー、私初めてなんです、はい、これも相当やばいからね、これ相当やばいからね、はい、開いてるんですか、一応ちょっと開いてますんで、岩井さん経験ありですか、いや俺あります、はい、これないんですよ、自分の DVD でちょっとやったことあるんです、でもさっき草屋が結構だったじゃないですか、はい、いやこれちょっと嗅いでみてください、ちょっと、いいんですか、はい、やばいよ、もうここで匂ってるもん、ちょっと 今の段階で俺分かんないですよ、さっきの臭いのせいで、うん、ちょっと やってみて、やってみて、これはい、うわということで、これね初めて、生まれて初めて、マジで32年間生きてきて一番臭かった、うわ、俺小学校の時のなんかこう便所の匂いがする、食べ物、これやばいよ、うわ、これ全部開けます、あ、一応ね、あの作ったやつ用意しました、うわやばい、食べて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 ください、え、ちょっと待って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 、え、これ食べれる、通常のコーナーも含めてなんでずっと罰ゲームしてるんですか、ね、あーちょっと、いやクリームクリームチーズ乗せてはいるけど、これじゃあ皆さんで、口に入れるのちょっと、ちょっと待って、ちょっとさすがにこれ勇気いるよ、せーの、いただきます、うわ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 お知らせがございますよ、はい、福山さんお願いします。 DYBA ブルーレイ、食べるために匂いが来る第10巻が3月27日に発売です。みんなジャケットイラストはキャラクターデザイン石川智美、書き下ろしのサイアンドシャドウさえ、特典には劇版サントラ CD ボリューム4や私福山潤、そして海田裕子さん、市浜正史監督出演のオーディオコメンタリー、さらにですね、ペルソナポイントがゲットできるコードなどがついています。はい、続いてこちらの映像をご覧ください。